おはよう。おはようございます。今ね、この原始人と新しいグッズの撮影、原始人が俺やろ、ここに新しいグッズの撮影に行こうっつって T シャツ渡したのに速攻脱いで入っとんの。じゃあ楽しんできます。買ってファイヤー刺繍やけん、これほら、ね、刺繍入場無料の個展開きたいけん買って、お願いします。お願いします。乳首も見えとやろ、買って、で、こっからが大事なんよ。まずはこれ、これね、あの俺が着たまま逆さまに描いたやつを今まで出しとったんやけど、それをね、ここにラメつけたんよ。キラキララメ、ラメつけた理由はこれ。自画像の作品の時にここにキラキラのラメつけたけん T シャツにしようと思って、パワーアップバージョン。背中の首元に俺のサイン、サインを刺繍で入っと。刺繍よ、よくね。プリントじゃなくてね、もう絶対刺繍にしてくれっつって、もう絶対刺繍がいいって言いまくってんけど、やっとできたんよ。でこれよ、俺これすっげえ気に入っとっちゃけど、この T シャツ買うやん、これなんやけど、これタグもあるんよ、ユートーのアートオフィスっていうタグ。この T シャツにタグがついとって、それをですよ、でーん、これユートーのアートオフィスのエコバッグ、エコバッグに、エコバッグに入れて、これで発送。最高じゃね、かっこいいやろ。でこの柄、この柄見て、この柄見覚えあるやろ。この柄は俺のこのタトゥーの柄、この胸のね、ど真ん中のタトゥーの柄、25、6の時にデザインして入れたんやけど、あのすっげえ意味があって、ここライフイズアートって入っとっちゃけど、これから絵で生きていこうって決意した時に入れたタトゥー。人生はアートだとかさ、そういうことなんやけど、ライフイズアート0514、それがこのバッグに。コンビニがさ、袋もらえんくなったやん。コンビニに行く時のエコバッグがあったらいいなと思って、このサイズにしたんやけど、こういうの買うやん、ほらこんな感じよ。この T シャツはこういう風に発送されるけん、いやこだわったんよ、こだわりすぎたんよ、かっこよくね。で次、サインの T シャツ、これサインのワンポイント刺繍ね。今まで出しとったさ、俺のグッズが結構ポップな感じやけん、ちょっと大人っぽく着れるものをあったがいいなと思って、もうワンポイントの刺繍ね。肌触りもめちゃくちゃいいけん、さっきちらっと個展したいって言ったのも、まあ、もちろんあるんやけど、売り上げの一部はね、あの宮古島セーブズアニマルに寄付しようと思って。昨日の動画でも言ったけど、今の時期ワンマン活動が思うようにできんけん、まあ、今できることを全力でやろうと思って、このみんながね買ってくれたグッズのお金を一部ね、あのドンと寄付できればなって。まあ俺がねドカーンと寄付できれば一番早いんやけど、まあそうもいかんけん、まあ、ちょっとみんなに協力してもらってできればなと思って。いいやろ、この T シャツもこのエコバッグこうやって入れて発送します。いやーいいやろ、なかなかいいでしょ。で金額が、でこのキラキラのフレンチブルドッグがこのエコバッグ付きね、エコバッグ付きで6200円で、このサインの方、サインの刺繍のワンポイントがこのエコバッグ付きで5500円。まあまあな値段やなって思ったじゃろ。あのねこれね、このキラキラの加工、キラキラのラメの加工と、この襟首元の刺繍と、このワンポイントの刺繍ね、ちょっとねこだわりすぎてちょっと原価も高くなってしまったよね。これをねワンポイントのプリントにしてしまえばもっともっと安いんやけど、ちょっと刺繍にして、あとこのタグ、ユートーのアートオフィスのタグとかさ、ちょっと結構こだわったけんね、ちょっと高くなってしまったけどごめん。
マジでごめん。でも俺が作りたかったものができたけん、物作る人間やけんちょっと妥協はできんくて、もうそこはみんなにすまんつって売ろうかなと思って、まあ、そんな感じよ。あの販売サイトはあの俺のオフィシャルサイトのグッズのページ、あの YouTube やったら概要欄に貼っとくのと、あとインスタやったらプロフィールから飛べるようにしとくけん、そこで見て、でまあ一応数は限りがあるけん早めに検討して。 OK。 あのね、買ってくれた人に結構言われるのが、あの街で来とったら、あの、ゆうと先生のファンですかみたいな。私もですみたいな。ゆうと先生の輪みたいなのが突然できるらしいけん。俺もその報告も楽しみにしとく。まあ、こんな感じよ。サイズの方は、その販売サイトにサイズ表載せとうけん。それ見て、オーバーサイズで着ても全然いいと思うけん。今ね、俺これジーンズやけん。ほら。これジーンズやけんさ、今。ジーンズやけんちょっとピチッとしたサイズ着とうけど、全然オーバーサイズでもうピチッとしとっても全然着れるけんさ。エコバッグもコンビニ行くときとかに使って。じゃあみんなで着まくろう。もうあのね、もったいなくて着れませんとかなしやけん。もうボロボロになるまで着てね。オッケー。じゃあ、販売、開始。